県が鹿児島市の本校区エリアに整備を計画する新たな総合体育館について、県議会の総合政策建設委員会は昨夜、計画に反対する陳情を不採択としました。県が今年3月に策定した総合体育館スポーツコンベンションセンターの基本構想では、鹿児島市本校区エリアのドルフィンポート跡地に施設の本体を、住吉町15番街区に駐車場を整備する計画で、今年度は地盤調査などが行われています。一方で県民からは根強い反対の声もあり、昨日開かれた県議会の総合政策建設委員会では反対陳情6件が審査されました。陳情では整備予定地は桜島を望む価値の高い場所で体育館にふさわしくないなどとして場所の再検討を求めていて、委員からも同様の声が上がりました。県がまた箱物を作るとなれば、ワクワクするものでもないものだというふうに認識されていると思うんです。この基本構想は今年3月県議会で了承されていますが、最大会派自民党県議団の中でも意見は割れているようです。それぞれ考えがあって、でその中でやっぱり集約してその一つの方向に向かっていかないといけない。正直言って私は迎えたくないんですよ。もうちょっと立ち止まって考えてもらいたい。結局委員会は昨夜、反対陳情6件のうち整備地の再検討を要望する項目を不採択としました。県議会として県の計画を改めて容認する形となり、来月5日の県議会最終本会議で採決が行われます。